ミッキー公園ミッキー公園は1940年代から1950年代にかけてのロサンゼルスのギャング。ニューヨーク市ブルックリンのユダヤ人の家庭に生まれる。本名はマイヤー・ハリス公園。1920年に一家でロサンゼルスに移住。父はドラッグストアを営んでいた。彼はこのことを利用して薬局の人工場からアルコールをくすね。 1923年、9歳にして逮捕されたが、兄のコネによって、基礎は免れた。10代の時、ボクサーとして検証試合に出場し、やがて、プロボクサーとして修行するために、東海外へ移住。ニューヨークに到着する前、中西部で、世界フェザー級チャンピオンのトミーポールに挑んで敗北を、喫した。ニューヨークでは、労働葬儀頃として、 悪名高いジョニーディオの兄弟にあたるトミーディオガーディと交際。オーニー・マドゥンもこの時期の友人である。ケニィ大統領暗殺容疑で逮捕されたリー・ハーベイ・オズワルドをダラス警察署の地下で射殺したジャック・ルビートも友人関係にあった。やがて彼は犯罪組織シカゴ・アウトフィットの用心棒としてギャングの世界に入った。この頃短期間ではあるが、 アルカポネにも会っている。アルのことを彼は追うものだが、人を見下すことはなく、親切だったと語っている。彼の家で食事に呼ばれたり、アルカポネのことを慕っていた。しかし、彼の下で働き始めた直後、公園はトランプ賭博の最中に発生した乱射騒ぎで逮捕された。間もなく釈放されると、アルカポネの弟、マッティーカポネと組んで、トランプ賭博や、 その他の違法なギャンブルの道元となった。ジェイク・グージックの子分をしていた頃、ギャンブル相手との口論が原因で、シカゴからの逃亡を余儀なくされたこともある。グージックとも、いざこざがあった。逃亡先のクリーブランドでは、マイア・ランスキーや、ベンジャミン・シーゲルの仲間であるルー・ロスコフの手下となった。ほとんど、仕事がない公園のために、ロスコフは、シーゲルの用心棒の仕事を世話してやった。 こうして公園はカリフォルニア州に舞い戻った。1947年にシーゲルが殺された時は下手人たちが潜んでいるルーズベルトホテルに飛び込むと45口径のセミオートマチック拳銃を2丁取り出してロビーの天井に向けて乱射し10分以内に表へ出てこい。面を貸せと要求したが誰も出てくる者はいなかった。警察が現場に到着すると 公園は方法の手で逃げ出した。ロサンゼルスの犯罪真珠ケートがドラグナ犯罪一家のフランク・カーボンに掌握された後も公園はカーボンの下で賭場を支配し続けた。しかし公園の暴力的なやり方が州と連邦政府の注意を引いた。こうしてドラグナ犯罪一家は捜査の対象となった。この頃公園はたびたび命を狙われ自宅を爆破されたこともある。 警戒した彼は、要塞のごとく警備厳重な家に移った。この時、用心棒として雇われたのは、ジョニー・ストンパナートだが、ストンパナートは、間もなくジョーフラナターナーの娘シェディル・クレインに、殺されてしまった。ストンパナートの葬儀費用は公園が負担したものの、公園が買ったのは、安物の棺だけ。そしてラナターナーがストンパナートに送った。 ラブレターは抜け目ない公園が新聞社に売ってしまった。1950年、公園はキーホーバー委員会の調査を受け、脱税の罪で懲役4年の実刑判決を受けた。1961年に再び脱税で有罪となり、刑期の一部をアルカトラズ刑務所で服役した。アルカトラズでは同房の囚人から沿管で殺されかけたこともある。1972年に、 アトランタ連邦刑務所から出所。1976年に睡眠中死去。ありがとうございます。